それでご存知の方が多いかと思うんですが、私の中の印象としては、証券なんですよ、萩原健一さん。萩原さんの生でライブを見ているもんですから、生のライブのね、この愚か者ってね、私、息するの忘れるぐらい、こうやって多分見てたと思いますね、まだ20代の頃に。なんで証券のライブ見に行ったのか分かんないんですけど。見に行ったんですよ、シアターコックン。あ、でもライブ活動その頃すごく熱心にされていた頃です。だからそうですよね、ご覧になったこと生ってありますか？生はないです、ね、生証券って見たことありますか？ないですね。生証券って証券会社みたいですけど、そっか、ライブね、やっぱ当時、今思えば今見たいんですよ。今いろんな知識が当時よりも自分の中にもこう、もう入ってきて、当時のミュージシャン、確かミッキー吉野さんとか、本当に素晴らしい井上隆之さんとかね、素晴らしい音でしたよ、で、なんかぼーっと見てるのがもったいないなと思うんですけど、でもなんていうのかな、危機迫るものがありすぎてちょっと呼吸をし忘れるぐらいでした、だけど、まあ、今歌ってみようかなと思っちゃって、で、なんか同じ曲なのにアイドルの方がリリースして、で、あともうすぐ追っかけるように、証券さんはリリースして、でもよく聞くと、同じ曲なんだけど全然違うっていうか、もう歌詞も違うし、タイトルも違うし、そうなんですよね、私今愚か者、愚か者って言ってますけど、これは、まあ、近藤さんのタイトルですよね、で、証券さんは愚か者よ、このやっぱ役者さんだなと思うんですけど、言葉一つ一つへのこだわりってすごいですよね、愚か者って言われるのと愚か者よっていうの投げかけがあるじゃないですか、なのでやっぱり思い入れの深い曲だったんだと思うんですけれどもね、なんかでも、そういう証券さんが今もうもしご存命だったらね、やっぱりライブ活動なさってたりとか自由にしてらっしゃると思うんだけど、シュッていなくなられてしまって、今となってはそのシアターコックンのライブを見た、その映像が残像っていうのかな、頭の中しっかりとあって、演出とか、全部かっこよかったから、すごい自分の中の宝物かなとか思うんですけどね、これあれ、小原さんも歌ってみないと前に言ってませんでしたっけ、違ったっけ、小原さんじゃなかったかな、うちのスタッフだったのかな、そっかそっか、みんなでね曲を何歌おうかってこう知恵を出し合うもんですから、そっかそっか、じゃあ今日はそっちを、どっちにしますか、そうなんだよね、言いながらですね、きますかっていうか、ピアノだけで弾くことってないですよね、こういう曲はね、そうですね、これはやっぱりピアノ曲という感じではないですもんね、特に小原さんの世界の中にはちょっと全然愚か者じゃないですもんねそうですかいや、ちょっと愚か者になっていこうか、そう、愚か者のイメージでちょっと捉えしていただ、はい、じゃあ歌詞は、まあ、皆さん耳馴染みの多い方、歌う順番も違うもん、ああそうです、サイズも違うん、ね、そうなんですよ、生き方も違う、構成が違うからね、こんなに自由に曲を分解して、でじゃあでも多分証券さんの場合はその、ライブで歌うっていうのがその前提にあったから、そのライブ用にこう
いろいろ変え、その都度変えたりとかいろいろされてたのかもしれないですね。自由に、うん、もうその時のなんとひらめき、うん、ひらめきで歌ってらっしゃるって感じしましたよね、うん、じゃあ今日はあのマッチさんがレコーディングをしているね、はい、近藤真彦さんのバージョンで近藤さんの歌詞、伊集院静香先生でも作詞家名は伊達あやみ先生、そして井上貴之さんの曲ですね。こっちのバージョンで、はい、小原さんのピアノで、はい、じゃあ愚か者になって弾いてみます何それ壊れる。